はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は算数基礎講座、平面図形のね、三角形を頂点から直線で分けるっていうのをね、ちょっとやってみたいと思うんですよ。ね、どういうことかっていうとね、三角形がありますよ。底辺かける高さ割る2って面積出すんですけど、これを1つの頂点からピッとね、2つに分けた時、この時にこちらを三角形あ、こちらを三角形いとすると、ね、ここが四角センチと三角センチに分けたとするでしょ。そしたらね、面積は絶対四角対三角になるんですよ。この比になるんです。なんでかっていうと、このあの面積は、高さはここですよね。と、あの面積は四角かける高さ割る2なわけです。いの面積は三角かける高さ割る2なわけです。高さ割る2は共通してますから簡単にできます。と、面積の比は四角対三角残りますから、面積の比は絶対に四角対三角になります。ね。ですから、これちょっとね、ちょっと書き直します。ごめん。ちょっとすいませんね。書き直しますね。三角形の面積は36平方センチメートル、イの面積を求めましょこの三角形は36平方センチメートルなんです。どれもね。1も2も3も。その時に、あたいを5対3になるというように分けました。ね、5センチと3センチ。ただ面積は、5かける四角割る2対3かける四角割る2ですから、面積比は5対3になるわけです。あが5に対して、あが、え、いが3です。とするとね、36平方センチメートルは全体ですから、5たす3の8分の3がいいですね、これね。だから36かける8分の3をすれば出るわけです。2と9。2分の27で13と2分の1。ですから、イの面積は13と2分の1平方センチメートルってことになるわけです。13.5でもいいですよ。で、こっちもやってみます。今度は面積は36平方センチメートルね。それをあといで9センチ対3センチでスパッと分ける。あの面積は9かける高さ割る2です。いの面積は3かける高さ割る2です。高さ割る2は一緒ですから、面積比もは9対3になるわけで、簡単にすると3対1ですから、3の方が1の方がいいっていうことになります。そうすると全部で4つに分けたうちの1つ分ですから、いは全体の4分の1です。3たす1は4で、4つに分けたうちの1つ分ですから、36かける4分の1。そうすると9平方センチメートル。これ非常に基本的ですけど、これイメージが大事なんですよ。こうやってね、ああ、3対1にピッと切ってるなっていうね。ほんじゃ今度ラストです。面積は36平方センチメートル。あたいを6センチと3センチになるに分けた。あの面積は6かける高さ割る2。2の面積が3かける高さ割る2。高さ割る2は一緒ですから、面積比は6対3。簡単にすると2対1です。あが2に対していは1なんです。じゃあ全体2たす1は3ですから、3分の1があですね。3分の2がいです。ってことは36平方センチメートルの3分の1がいですから、36かける3分の1。12平方センチメートルということが分かるわけです。次回はこれをね、またさらにね、ここでピッと線引っ張ったりとかね、ちょっとずつ複雑にしていきます。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。